い、またね、畑にやってきましたよ。物置どうなりましたかね。 ありますね。頑張ったんだね。こんなに綺麗にした。山盛りになってる。切ったんだね、伐採。すごっ。まあ、物置ね、行ってみましょうね。随分すごい量ですね。まあ、伐採した、まあ、木ですよね。ああ、すごっ。これはいつもの、まあ、栗の木ですね。今はね、まあ、梅雨入り前ということで。すごい思い切ったね。みんなね、まあ、ゆくゆくはあれですかね、まあ、手放すんですかね。すごいすごい。これはもちろん、まあ、手のノコギリじゃないと思いますね。電ノコ。だからこれの中身もまあ、綺麗にしようとしてるんですよ。中身はどうなりましたかね。変わりませんかね。中はどうなりましたか。あ、すごっ。空っぽになりました。これは意外な展開を見せましたね。こういった脚立が残っているだけで、あとは、まあ、父親が乗っていた車の、これは冬タイかな、冬やスパイクを抜いた跡がありますよね。まあ、沼田とかね、まあ、1時間くらいかけて通勤してたから、まあ、その時のだと思いますけどね。こんな感じになってたね。でもよかったね。なんか、百科事典と食器を、まあ、回収っていうか、ね、それ、回収しなかったら、もう、こちらに来れなかったもんね。でもよくこんなにあれですね。伐採と、まあ、片付けは業者に頼んだんだと思いますけどね。へえ。まあ、こんな鏡もあるんですよ。ね、映ってるでしょ。まあ、怪しすぎますよね、これね。まあ、ここのところにね、まあ、鳥かごを置いてね、まあ、セキセイインコを飼ってたんですよ。まあ、場所は、まあ、ここじゃないんですよ。ここに持ってくる前の話なんですけど、自宅でね。いやー。でも意外な展開見せましたね。でもね、これだけの面積があればね、なんか、作物をね、あ、こんなところに梅の実が落ちてますけど、あそこら辺は吹きですかね。わかんないですね。
これは城ですね。やはり城は伐採しちゃうには忍びなかったのかな。このようにね、綺麗になってました。やっぱり何かやるっては言ってたんだけど、こんなに綺麗にするとは思いませんでしたね。はい、物置の状況はこんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。